本住虎蔵大正2年6月6日は、日本の政治家、中浜村長、県会議員。古の野津村の、本格化は代々、与兵、所重郎を襲名する合能で、王将屋を務めた由緒ある家柄だった。虎蔵は、仙台所、重郎の長男文蔵が、幼少のため材の木の格下より入り、同家の家徳を継いで、明治18年県会議員、続いて、 第七連合校長を務めた。規定本住文蔵明治22年11月、中浜村長に就任し、腰の通人上昇学校を、中浜人上昇学校と改めて新しい村づくりの中核都市、高知も拡張した。ABC、坂港志士、上官555ページ四分の在方役人に、対して軍村行政の実務を担当したのが、 王将屋以下の農村自治役人であり、在役人と呼ばれた。在役人はまた軍政を担当する軍役人と村政を担当する村役人に区分される。軍村行政の最高責任者が王将屋で、藩初期の会見軍には4名が配置され、会見軍を4か前に区分して、各々の,の,の行政を分担した。終始小屋は、官営10年頃から各軍1。 二名当て新設された。寛永十年の王将野球長によると、会見軍には四名の王将屋が配置されており、そのうちの一人者、小村次郎左衛門が浜目地区を担当したものと推定される。以後元禄初年までの浜目地区担当の王将屋としては、古志の津村の住次郎左衛門、住半左衛門、住三郎兵衛、車。 小村深田三郎衛門が続き終始商屋には遠方7年以後、元禄初年まで、住余兵があり、その間余兵は、組頭商屋をも検体していた。軍役人を歴任した古志の津村各市には、現在の古志の津村、本格化先祖と通称、麦かき画のに系統があったと言われている。当時の小志の津村は、南弓浜開発の中心基地となった村であり、角川、 神殿開発の先導役として、弓浜半島の豪農に成長したものと思われる。岸プキには、江戸期の少子の津村の旧家、住与平も、岸一門の末話につながる由緒を伝えている。ありがとうございます。